もーん。医学部で医者にならない人って何になるんだろう。医学部に入ったらほとんどの人が臨床医になるから、医学部といえばお医者さんみたいなイメージを持ってる人が多いと思うけど、他にも選択肢はたくさんあるで。一つ、研究医。これは言うまでもないと思うけど、人体の謎を解明したり病気の原因治療法を探るお仕事。二つ、公務員。いわゆる医系技官ってやつで、医療制度や公衆衛生を中心とした医療行政に携わるお仕事。3つ、法医学者。死因のわからないご遺体を解剖して死因を特定したり、 DNA 鑑定や血液型鑑定をして身元を特定したりするお仕事。他にも AI を活用した医療システムを提供する医療系 IT ベンチャー企業だったり、 NGO の一員として紛争地域で医療活動に関わる人もいて、細かい職種まで言い始めたらキリがない。もっと言うと、医学とは関係ない一般企業に就職する人ももちろんいるし、特に理三共栄は Google やマッキンゼといった超一流企業に就職する人もちょくちょく見かける。そういう人は大体企業で何かしらのスキルを身につけて数年後に起業するっていう人が多いかな。医学部にもいろんな選択肢があるから、少しでも興味のある人は医学部おすすめやで。他にも聞きたいことあったらコメント欄で募集中。